どうも、デラックスグランドアンシャントクソゲーウォッチです。今回は PC、エンジン専用ソフト、ニコニコプンをプレイしていきたいと思います。まず、ニコニコプンという作品なんですけど、大人気教育番組、お母さんと一緒の1コーナーですね。ちなみに、ニコニコプンは1980年代に放送されてたので、私は世代じゃないですね。私は、1990年に放送されてた、ドレミ、ドーナッツが世代ですね。でも、記憶に新しいのは、2000年以降の、グーチョコランタンとかが馴染み深いのではないでしょうか。さて、作品の紹介が終わったところで、早速始めましょう。ストーリーですが、いつも平和な、ニコニコ、島で、ジャジャマルとピッコロとポロリの3人は、船で遊んでいましたが、突然の嵐に襲われて、どこかもわからない島で休むことになりました。そして、嵐が止んだと思ったら、船がぶっ壊れており、帰れなくなってしまいます。そんな時、原作者も知らないドラゴンが現れて、この俺が船を引っ張ってやるから、その代わりに食い物を調達して、俺を成長させろと提案してきます。なので、3人というか、3匹は、この島を探索して、食料を探すこととなりましたとさ。ということでゲームスタートです。はい、最初にステージ選択なんですが、これはなかなかに手強そうなステージですね。ま、嘘なんですけどね。本来はキャラ選択画面ですね。ちなみにこいつらに性能差はないです。そんな細かい調整がクソゲーにあるわけねえから。はい、ゲームスタートです。パッと見は、マリオ2の横スクアクションに見えますね。最初は、簡単な障害物って感じですね。まあ一面ですしね。おい、デュエルしろよ。最初の雑魚敵はカニですね。とりあえずマリオみたいに踏んで倒せないか試してみます。カニ情報。ダメージを受けたはずなのですが死にませんでしたし、マリオみたいに小さくなることもありませんでした。ということは HP 制度が採用されてるのかと思いましたが、一応画面左下ゲージのようなものがありますが、これは残り時間だとして、その他に HP ゲージ的なものが画面に一切見当たらないんですよね。3回被弾したらこのように動けなくなってしまうんですが、死ぬ様子がありませんね。皆さんもうお分かりですね。このゲーム、キャラが無敵です。それどころか、攻撃手段が一切ありません。つまり、何をしても敵は死なないし、何をされても自キャラが死ぬことがないという、死が存在しないゲームなのです。なので、自キャラも敵キャラも全てガンジーのようなゲームです。このように何も起こりません。ひたすら無です。ということで、ステージ内で集めた食い物をドラゴンに食わせると、ステージクリアです。マリオに例えると、絶対に死なないマリオが、1の1ステージを10倍に薄めたような難易度のステージをひたすら攻略するゲームですね。そして、ステージクリアすると、ワナバナガールズが、クリアを毎回祝ってくれます。そんでもって一面に戻るんですけど、ステージ途中にあったこの扉、この類のゲームであれば別ルートだとか稼ぎマップとかに移動するんですけど、以上です。扉をくぐると、そこはただの一枚絵を見るだけの空間が広がっていました。一応ボタンを押すと瞬きしてくれるというボタン操作要素があります。だからなんだって話なんですけど、ひたすらに虚無です。ミニゲームとか始まればまだ遊べるんでしょうが、これはひどすぎると思ったら、二つ目の扉を発見しました。とにかく入ってみようぜ。はい、このようにパズルのミニゲームを楽しめるんですね。これは楽しそうですな。
本当はニコニコくんのキャラクターパズルが始まります。完成させると1枚目の扉同様1枚絵を楽しむことができます。以上です。ちなみにじゃなる君の1枚絵はボタンを押すと右手をぐるぐるしてくれます。よかったね。これでこのゲームの扉を紹介したんですけど、扉の中のイラストはクリアと一切関係ありません。一見あのイラストをギャラリーモードとかで後で見れたりとか、隠しステージとか隠しキャラの出現条件だったりしそうな感じですが、マジで一切関係ありません。つまりイラストを見たい人でない限りは扉に入る必要すらないということです。しかし皆さんこう思いませんか？幼児向けのゲームだったらこのくらい虚無で薄い内容でも大丈夫ではと思いませんか？思いますよね。実際にやってみたということで、おいっ子にプレイさせてみました。 あれ何？ひずみさん。ひずみさん全く喋らないね。バイバイ。バイバイ。はい、途中からゲームに対する興味は失せ、目の前に置いてあるマイクにしか興味を示さなくなりました。そしてタイムアップとなりステージの最初に戻されましたとさ。バイバイ。はい。ということで、おいっ子にこのゲームの感想を聞いてみます。クソヒゲス。はい、残りのステージも適当に攻略していきますが、言うてほとんど変化はないです。先ほども言いましたが、敵を倒すこともできないし、こちらが死ぬこともありません。ひたすらの虚無と言わざるを得ません。そもそもニコニコくんの視聴者層的に PC エンジンというハードでこのソフトを出すのが謎なんですよね。私の甥っ子はまだ3歳なので、正直このゲームでもまだ操作はきついと思うんですけど、このゲームをプレイできる年齢になったとしたら低難易度すぎて逆に面白くないです。おかげでこのゲームを収録した配信終了後に、おいっ子にこのゲームをプレイさせたことに対して、普通に虐待でスネ通報しておきましたとか、子供の明るい未来を奪うな等の DM がいくつか届きました。なのでこの行為に関しては本当に申し訳ない、謝罪したところでゲームの話なんですが、このゲームこの圧倒的クオリティなのにステージが6つしかありません。クリア後は何も追加要素もなく一面から始まるという無限ループシステムを採用しています。なので初見プレイで虚無パズルを解いたとしてもクリアまで30分かからないし、2周目以降は十数分でクリアできます。そしてこのボリュームで税抜き6500円というぼったくり価格、まあ時代だからしょうがないんでしょうけど、あまりにもひどい。ということで最後の餌やりです。これでクリアとなるんですけど、このゲームは当チャンネルの最速クリア記録を10分近く更新する内容の薄いゲームでした。ちなみに動作不良を恐れて新品で購入してしまったのですが、正直めっちゃ後悔してます。ということで感動のエンディングですね。長く苦しい戦いでした。どうもクソ投稿者です。PC エンジンニコニコプーンいかがでしたでしょうか？なんかゲームの内容というより、限界です。はい、動画の時間が限界です。これ以上引き伸ばすことができません。はい、本当にクリアまで一瞬で、なおかつなんだろう、ネタにするところもなければもうひたすら虚無、もうなんか無に近い、存在といえるゲームと出会ってしまいましたね。というかね、本来このタイミングでこのゲームをプレイするつもりはなかったんですけど、今ちょっと挑戦しているクソゲーの水族館プロジェクトっていう、まあ釣りをするゲームなんですけど、そのゲームがですね、あまりにも、今やばい状態でして、ちょっと PTSD をね、発症しかけているというぐらい追い込まれてしまったので、まあ急遽ね、こういった薄いゲームでなんとか更新頻度を守っているという感じです。てな感じでね、いつもよりだいぶ
尺が短い動画になってしまったんですが、許してください。まあ引き続きね、収録頑張りたいと思うので、また次の動画でお会いしましょう。